コンドルズカトリーナオトです、えー、僕の好きなコンドルズキーはこちらそう沈黙の春マイナス6.66の時の T シャツですね、えー、後ろはこんな感じ逆三角形見えるかな <laughs> そうこのねペンローズの三角形っていうのかなこれ不可能図形僕エッシャーとかね作詞目の錯覚を利用した絵が大好きなんですけど、えー、気になる方は調べてみてくださいね、えー、とこの公演は2015年 えー、3月ですねだから僕2014年に入ったんでまだ1年経ってない時の公演ですねこれはね「沈黙の春」なんでねこうかなり無音を使ったというかいつものコンドルズの雰囲気とちょっとガラッと違ったようなちょっとシリアスなシーンとかもあったりして、えー、僕これすごい印象深い大好きな作品なんですけどもこの T シャツも大好きなんで「見て見て」つって、えー、今ね「すずり」 っていうところでコンドルズの T シャツ販売しております、えー、色も選びたい放題サイズも選びたい放題なんで皆さん見てね覗いてねよろしくお願いします